エンデュスティを冒険するポプーラ、焼けた塔に侵入。中にはジムリーダーがいた。そしてさらにその下には伝説のポケモン、スイ君、ライコウ、エンティがいた。はい、やっていきましょう。前回は伝説のポケモンがいたけど、別にあの3体は興味ないんだよな。私はルギアが欲しいの。ね、ポッポちゃん。別にスイ君とかどうでもいいんだけど、ぶっちゃけ。うわ、なんじゃこりゃ、チバッチ。おーす、未来のチャンピオン。このジムのトレーナーたちはゴーストタイプのポケモンを実際に操っている。コストとは、法令、亡霊、そして幻のようなもの。力負けにぶつかっても効き目はないはずだ。初めて見た。すげえ。なんかいる。なにこいつ、ボケ老人。やば。なにこれ。なに今の。なに元に戻るんだ。面白。ここからわーってなって、ここにつくの。大丈夫だ。じゃあちょっと戦ってみましょう。よし、私たちのポケモンにダメージを与えられるかということかな。おお、なんかすごい宗教みたいな人。イタコのスズコだって。こうすか。じゃあ、ポッポのレベル上げ兼ねて戦いましょう。電光石火。よし、オッケー。これレベルアップ?やったー。レベル21。お、竜巻だって。なになにそれ。すっごい強そう。なに?もう、世界中を滅ぼすみたいな。そんな技やばいわ。ドラゴンタイプなんだ。竜巻を起こして相手を巻き込む攻撃する。相手をひるませることがある。威力40か。体力いらない。あ、体当たりいらないね。いつまで体当たり覚えてるなって感じだけど。よし、竜巻だ。実際に使ってみるか、後で。オッケー。レベル21。トゲピーさんって進化しないの?やってった。お!どういうこと?ポップのやつが?これってもしかして。おめでとう、ポッポはピジョンに進化した。ついにポッポがピジョンになっちゃった。進化は嬉しいけど名前も変わっちゃう。ちょっとこれは大変、これは大変。これは大変。ちょっと待って。走る助けて。そう。よし、できた。ポップはポップなんだよ。誰にもそれは覆させねえ。これは大変な危機なんだからね。セムフーズ代表のポップさんは何としてでも維持させないばならん。気を取り直していきましょう。さあ、次はどんな敵かな。もう少しレベル上げしたいね。ちょっち。見えない床に戸惑っておるな。わしたちに勝てたらいいこと教えてやるやぞ。なになに、いいことってなんぞ。またいた子か。なんか怪しいな。うわ、ゴーストだ。いきなり現れたらちょっと怖いね。さあ、ポッポさんの力見せてやれ。風越し。あー、違う。なんか、ポッポさんなんかどっかの田舎のヤンキーみたいな。なんで鳥ポケモンはみんなそんなヤンキーみたいな感じになっちゃうの?なんと!いいことって何ですか?よかろう。見えない床の謎を教えよう。私たちの目の前、そこに道はある。まあ、そりゃそうでしょ。どうせこういうことでしょ?ああ、なるほど、そうなってるってことね。ポケモンと一緒に春を過ごし、夏から秋、そして冬、そしてまた春が来て、
そして私たちはずっとポケモンと暮らしてきたのです。いや、それは誰も一緒だよ。あなただけじゃない。あ、次一体か。ゴスト。トゲピオ。さあ行け。594。いいね、今回みんなどんどんレベル上がるね。調子いいんじゃない？お！トゲピオさん？何になるの？トゲピオって。なんだろう。何これ？え？何これ？スヌーピー？スヌーピーじゃない。トゲチック。ね、そんなのいたんだ。トゲチック。へぇ。おぉ、トゲチックだ。やる気いっぱいだって。へぇ、どうでもいいわ。そんなこと失礼。合ってる合ってる。どうなってんの？ここ二手に分かれてる。あ、なるほど。輪っかになってんだね。こういけってこと？カカーツ。何？イタコのヨネコ、ゴスか。さあ、やってしまいなさい。おお、結構 HP 上がったね。まあ、負けたー。はい、というわけで、本日ここで終わります。次回は、さっきどうなってた？こっちだっけ？こうかな？次回は、結構いい感じなんで、もうボスでいっちゃおうかな。ボス売り出しに行こうかなと思ったりしてます。いた。はい、終わります。ありがとうございました。君の胸に